異世界失格、異世界失格、恥の多いラジオ。テレビアニメ異世界失格、アネット役の大久保ルミです。はい、玉役の鈴代さゆみです。テレビアニメ異世界失格を盛り上げる恥の多い番組、はい、今週もスタートしました。はい、ということでテレビアニメ異世界失格、はい、第11話12話まで放送されたということで最終回でした。ありがとうございました。あっという間の最終回。寂しいよ。寂しいです。とはいえですね、はい、HTV 北海道テレビと RKB 毎日放送の方ではまだ最終回が放送されていないということで、はい、まだ見てらっしゃらない方もいらっしゃるかもしれない。そうですね、というのをね、ちょっと配慮しつつ今日はお話ししていけたらなと思います、はい、ラジオもね、今回で最終回ということで、はい、嘘だろ、まだ7回しか撮ってないんだぜ。いやー、あっという間ですね、本当に。ワンクールアニメというのは、そうですね、まあ終わり方はこれでも言っていいのかな、なんていうか、俺たちの冒険はここからまだまだ続いてくぜ、ブンブンって感じでしたね。そうそうね、ブンブンは間違いないねでもなんかすごい原作も続いてるし、そうですね、全然我々はいつでもね、はい、息ができる状態なので、いつでも出動できます、いつでも出動できます。偉い人たちが顔を隠してるんですけど、私は諦めませんからね本当ですね。はい、いやでも本当無事放送も終わって楽しい夏を過ごせて本当に良かったなと思います。はい、さて最終回を本日迎えるこの番組ですが、うん、なんと今日はゲストに先生役の神谷浩史さんが登場します。やったー、最終回、嬉しい。もう第1回から言い続けてましたもん。そう、先生はまだ来ないんですか、いつ来るんですか、来てくださったら嬉しいですねっていうお話をしていたら本当に来てくださいました。本当にめちゃくちゃ嬉しいです。いろいろねお話できたらなと思います、ね、はい、ということで始めていきましょう。異世界失格、恥の多いラジオに、よっ、冒険者よ。改めまして、アネット役の大久保ルミです。玉役の鈴代さゆみです。そしてゲストはこの方です。はい、どうも、先生の声やらせていただいております、神谷浩史です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかすごいね、アニラジだね。そうなんですよ、アニラジのゲストに出るの久しぶりだからちょっと戸惑っちゃうよね。おー、ですか、結構じゃあ貴重な機会にお願いします。ありがとうございます。神谷さんからすると、うん、はいはい、異世界ものの中でも異質だったこの作品で、うんうん、はい、まあ、異世界ものでは初めての主人公っていう、はいはい、そうですよね、結構前にも、はい、はい、話出てましたけれども、どうですか、こう作品を通して先生を演じてみて、結構こう先生と共感するところだったりねあっても怖いですけどねえ、そんなもの、あ、だからなんかもうすごい客観的に見てましたよ、はい、まあ、どんな人だかっていうのは、ある意味そのなんて言うんです、このシチュエーションだからこういうことを喋ってるみたいな感じじゃないですか。割とこうこんな言い方したらちょっと、もしかしたら、はいはい、違うかもしれないけど、すごい刹那的に話ができてるので、うん、その先々まですごい計画されてこのストーリーができてるのかって言ったら僕はちょっと疑問だったから、はい、っていうのも要はコメディだしギャグじゃないですか。そうですよ、そうそうそう、だからあんまりその深く考えてもしょうがないなっていうところが僕の中にはあったんですね。なんでこの役作りに関してこうこうこうじゃなきゃいけないみたいなことを自分で決めてかかっていかない方がいいなと思って、なんか原作ももちろん読ませていただいて、はい、まあ、先生のニュアンスっていうのをこうなんとなくこう自分の中で体得した上で、一番肝になるのはふふって、ふが2つだけの笑いとか3つなのかとかっていう、そこの数だったりとかは結構繊細に拾っていったつもりですけど、あとはもう現場に行って、まあ音響監督の明田川仁さんが半笑いでオッケー、じゃあオッケーなんじゃないみたいな、めちゃくちゃよくやられますね、いらっしゃいっていう感じかなと思って、はい、なんかこうどこがね、なんか共感できるとかできねえとかっていう人でもないじゃん。まあその共感しすぎるとちょっと危ない方向に行っちゃう方ですし、ベースがもうなんかね、死にたいみたいな感じの、もうそんなやつに共感なんかできないもんね、でもやっぱりこう、はい、死にたがりなのにみんなをこうどんどん生かしていくというか、そうですね、強く生きていく、なんかこう前向きにさせていく力がある、あれ不思議ですよね。まあね、本当に文豪っていうこと
ともあって、なんか言葉とかも本当にチョイスがなんかやっぱすごい、あそこついてくるんだとか、そうですね、結構核に迫った部分とかのセリフが多かったかなと思ってたりはして、なんかまあ要はあのモデルになっているであろう作家さんがいるじゃないですか、まあそのこと言うとあれかもしれないですけど、はい、もうぽいなっていう感じがあるんで、はい、だからまあ、ね、要はもう そこにこう準拠しているわけですよ、ないろんなものがね、はい、そうそう、だからこれはこういう人なのでっていう風に説明する以外もほとんど多分説明の仕方がなくって、だから変な話アネットだってタマだって、まあタマは若干違うかもしれないけど、はい、アネット、まあそっか、アネットも一応先生についてくる理由はなくはないけど、あんなんでって感じじゃん。いや、180度変わってますもんね。もうほん、もうノールック貢ぎができる、確かに見ないで貢げるっていう。ほんとに。だからまあよっぽど散々今までひどい目に遭ってきてというか、もう完全に心を殺されて、もう作業で反射で喋ってただけの存在がそうじゃない人に会って急に復活するっていう感じだったから、はい、よっぽどアネットの方がわけわかんねえなって僕は思ってたんだけど、だそれはもうほらギャグ、ギャグじゃん。完全にギャグだから。そうですね、もう本当に。そうそう、割り切るしかないから。だからまあそういうところも含めて、まあ女性に何かしらのこうなんか魅力を感じてもらえる色気だったりとかっていうのはあるんだろうけど、その辺ってもうフェロモン的なものだし、まあ、確かになんかあえて出そうとするよりも出ちゃってるっていう方が多分モテる感じはしますよね。そうですね。そう、だからそこもなんか深く考えていくとよく分かんなくなってくるので、あ、まああの人がそうだったからなぐらいな感じでやっていかないと、あのなかなか成立しにくいかなと思って、うん、確かに。でも息遣いとってもなんかもう先生っていう感じがビシビシ、うん、でもその神谷さんのお芝居はあえてフェロモンを出そうっていう感じがなかったんで、うん、逆にやっぱりそれを聞いてると、はい、あ、この人本気でそれ言ってるんだっていうのにフェロモンも感じる、はい、あ、確かに、それはそう、嘘がないかも。あ、そうだね、嘘はついてないところはあの基本ベースにあるかもしれない。なんかその人のなんかこう耳心地いい言葉を羅列して、はい、なんとなくその瞬間相手を気分よくさせようとかっていう気持ちがさらさらないから、そうですね、うん、全部本心で喋っているがのが、まあ、たまたま今回はいい方向に行ってるだけかなと。すごいこう刺さったのがあの11話で、はい、あのゆり子と光っていうあの私はあの、はいはい、とある女優さんをねずっと想像してたんですけど、姉妹っていうと、はい、まああのゆり子と光の姉妹が、まあ、ちょっとすれ違いで、はい、でこうゆり子が私は醜いこう誰かに私を見てほしいっていうその渇望、渇愛が見にくいって言って、はい、黒い涙流すところで先生が、はい、自分に誰かを見てほしいなんて思わない人はこの世にいないっていう、あれがもう死ぬほど刺さるなっていう、うん、しかもその後もなんかいい風に言い換えてくれてましたもんね。そう、それをそういうことじゃなくてちょっと不器用なだけだよ、それをで悩む君はなんか見にくくないよっていう、不器用なだけの女の子だよって言った後に涙の色が元に戻る、 ね、あの演出もすごい好きだったので、 いいですよね。なんかもう本当ちょっとしたボタンの掛け違いというか、本当に言い換え一つによって人生なんてどうとでも変わるじゃん。まあそういうなんか術を持ってる人なんでしょうね、先生はね。神谷さんは結構ご自身で日常生きてる中で、なんか自分の中で本当はちょっとネガティブっぽく捉えそうになるけどポジティブに変換したりすることとかってあったりしますか？僕はもう本当にもうこのまんまの人なんでずっとネガティブなんです。だから常に最悪を想定していつも言うんだけど、常に最悪を想定して行動してるので、はい、でこの場合こうなってこうなるなっていう本当に最悪もうまで行き着くわけ、考えが、はいはい、でもあ最悪そうなんなきゃいいやと思ってるだけだから、うーん、でよっぽどのことがない限りそんな最悪のことなんて起こらないんだよね。確かにそうですね。それって結構もう昔から何かきっかけがあったとかではなくて、単純に気づいたらそういう、ね、気がついたらそういう生き方になってたね。だからすごいポジティブな人っているじゃない、全部こう前向きにさ変換できるさスターみたいな人っているけど、だからそういう気質では僕はないから、だからすごいなって憧れるところはあるよね。まあ、だ逆にだから先生みたいな人は、まあ、こういう人いるよねっていうか俺だわって思うところもあるし、あ、うん、確かにそうい
う部分。でもこう先々のことを心配性の方ネガティブな方って先々のことすごい考えるじゃないですか。だからずっと神谷さんって最前線で声優業界にいるんだろうなっていうのもやっぱり思いますし、我々後輩組からしたら。そうそうそうですか、なんかもう恥ずかしい、そう、神谷さん、毎回現場で私たちが、はい、いや神谷さんのこと尊敬してるんですみたいな話すると、はい、すごい、いや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 ってやすぐなるんですよ、はい、ね、これね、本当にありがたい話だなと思うんですよ。だからキャリアをね、だからもう続けてきて、変な話、こうね、若い方に、特にね、弊社のね、後輩とかだと、あ、何年目の誰々ですとかっていう、5年数をね、おっしゃってくださるじゃないですか。はい、だから4年目の誰々ですとか、5年目の誰々ですっていう挨拶をされて、あ、30年目の神谷ですって、ドン引きされるわけ。あーって、そうか、それはドン引きだよな。30年ってこの子が生きている年齢をはるかに超えちゃってるったりとかするわけだから、確かに、それはドン引きだわと思うわけ、僕も。そうです、ね、そう、でもみんなと変わんないのよ。変な話、5年目だろうが4年目だろうが30年目だろうが、できることはできるし、できないことはできないし、それはもう年齢によってできることできないことってどんどん変化していっちゃうから、もう未だにできないこといっぱいで、とにかく異世界資格やってる時だってすごいみんなに迷惑かけながらやってたなっていうのを思って、本当に本当に、それはもう、うん、そういうふうに思ってるし、やっぱ2人の芝居見てて、僕は結構インタビューでめちゃくちゃちゃんと答えさせていただいて、そこには嘘はないんだけれど、すごい嬉しかったです。皆さんの芝居を見て、あ、本当にすごい上手だなと思ってるし、コメディって難しいのよ。難しいです。笑わせに行くとちょっと近かったりしますよね。そう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 、だからそこってもうなんか本人が何を面白いっていうのを基準にしてるかでしかないから、だからそれをちゃんとこうね、明けたが仁の適当な演出で、自由に任せてくださいですね。いや、でもなんか汚い声出してくれとか、なんかちょっとあーって言って、あーって、あーって、もう言いますじゃん、あーって、あ、オッケーでーすみたいな、もう完全信頼の元の、そうですね、仁さん、仁さんの独特な演出するからね。でもなんか面白いものがちゃんと出来上がるんだろうなっていうのが見据えられるから信頼してできるんですけど ね、そうなのよ、そういう関係があるから僕も口答えするし、はいとか言ってすごい。でもゲストキャラの皆さんとかも本当にそう、めちゃめちゃ豪華でしたもんね。豪華だったりとかもしてたので、現場自体の空気もすごい楽しく撮らせていただけて、本当楽しかったなと思います。よかったです。あとやっぱりなんかその、はい、さっきもおっしゃってくださいましたけど、神谷さんその芸歴30年でも、はい、まあ、5年でもそのそうできることできないことってお話されますけど、うんうん、なんかこうすごい思ったのは、私たち後輩、もう全然後輩じゃないですか。はい、もう大後輩です。なのに、そんな私たちに対してもちゃんとリスペクトしてくださってるっていうのが伝わるから、やっぱり現場がすごい楽しかったです。ああ、そうですか。いや、ありがたい。だって僕できないもん。いやいやいや、それはいやいやいや、あれともできないから。だってほら、それはね、芸歴何年だろうが関係ないじゃん。今のこの芸歴のお二人だからこそできる役を用意してもらってるわけだから、それはこの二人にしかできないことをやっているっていうことだけでも本当に尊敬に値するなと僕は思っちゃうから、なのでなんか一緒にお芝居できて楽しかったし、嬉しかったです。いや、もう本当ありがたい。今の録音したやつ私に普通に送って、放送前にも送って送って。無限ですね。無限リピートする、元気ない時にリピートするんで、これわかります。はい、はい、そうですね、12話ついついね、しない。でもついにさっちゃんと再会して、しかもですね、はい、さっちゃん今までずっと顔が影で隠れていたのに、うんうん、ミステリアスな感じでお顔がついに出る、可愛い、綺麗、でもちょっと怖い。いや、ちょっと怖かったです、うん、影のある感じ。いや、そうなんですよね。また上田玲奈ちゃんの、はい、お芝居もだいぶなんか、うん、浮世離れしたね。本当だよね、人は本当とんでもない楽器を持ってるなといつも思ってました。いや、現場でもお話しされていましたもんね。信じられない楽器を持ってるよね、彼女はね。そうですね、それこそなんていうか、儚さって、うんうんうん、生きてる死んでるの境界線の儚さだと思うので、ちょうどギリギリのなんかせめぎ合いというか、それも相まってっていう感じのキャラクターでしたもんね。独特な音なんだよな。ただそんなさっちゃんに、先生変わりましたねって言われたことで、うん、はい、先生自身も
すごく驚いて、あんなになんか心が驚いてる先生、うん、初めて見ましたね。本当にちゃんと驚いている、動揺するっていう、あんなにずっと淡々とこうひょうひょうとっていう感じ、ね、だから先生はこれから、まあ、さっちゃんとの再会もう一度ね、はい、するっていう意味も込めて再びねっていうところはあるんですけれども、うん、はい、なんかこう生きる気力を取り戻せるのか、ね、いや戻すとアイデンティティ死んじゃうんですよね。もともとはやっぱさっちゃんとこうね心中っていうところで軸に生きて、うん、そうなんですよね、生きてたというか、いや、まあ、過ごしていたというか半死半生と言いますか、そうですね、はい、この異世界ではって感じだったので、ねえ先生珍しく取り乱しましたからね、そのまあやっぱり演出上も取り乱した方がいいだろうなと思って、台本に僕も取り乱すって書いてある、あ今ここ台本持ってきたんですけど、はい、お持ちいただいてっていうかね、もう覚えてないんだよ、1年以上前ですからね、1年くらい前でしょもう撮ったのって、そうなんですよね、しかもちょっと組み合わせとかもバラバラだった時もありましたもんね、まあコロナ禍だったもんね、ちょっと残ってたりしてた、分散収録でしたからね、いやでもなんか一番こう言われたくないって言ったらあれですけど、同じものだと思って、ね、うん、どこかで過ごしているであろうと思ってたさっちゃんから変わりましたねって言われたら、っていうかお前こそなって話だったよ、うん、お前何やってんだよっていう、いつの間にドテンシティになってんだよっていう、なんかほらもう異世界ものってさ、もうそういうルールじゃない、はい、まあ元々はなんかその指輪物語的なそういうそのなんだろう西洋のなんかそういう なんていうんだろうね、そういうさファンタジー世界があって、それをなんか元にしてみんながいろんな創作をしてるんだろうけど、はい、でそれのゲームがあった、ゲームとしてその、ゲームが成り立ったりとかして、でもそのゲームのなんだシステムを最初から当て込んだ上でも異世界じゃない、はあ、だからなんかステータスとかスキルとかっていうことが当たり前になんかもうルールとして成り立ってて、そんなの説明されねえと分かんねえよと思うけど、もうなんかみんなねそういうの知ってる前提で話が進んでいくじゃない、はい、だから異世界に行くとボスが必ずいて、ラスボスがいて悪いやつがいて、それを倒すために勇者がまあいろんなところからまあ転生なのか異世界にまあ召喚されてなのか知らんけど、で倒しに行くっていうのが大体のもう決まり事じゃない、フォーマットというか、そうそうそう、流れというか、でも異世界しかがそういうのもなんかはいはいそういうもんなんですよね、だけどもうそうじゃないんですよっていうのをこう全部こうひっくり返していく話だったから、はい、だからもうねとっくにラスボスは倒されてますっていう、よくわからん世界観になっちゃってるから、でも確かにそれって別に不思議なことじゃないというか、うん、なんかフォーマットが全てではないんだなっていうのすごい思いましたね。そう、それをもう全部逆手にとって話が進んでってるので、この先どうなんだろうね、考えてるのかしら先生。原作はだいぶ先まで話が進んでいて、はいね、さっちゃんと先生の過去話とかもマジか、うん、そんなんやってんだ、いやちょっとね我々もね続きはいつでもやれる準備が整っておりますので、そうですね、まあ、かなり変わった異世界ものなので、はい、僕としてもなんか馴染みやすかったですし、はい、続くんだったらねやっぱり原作続いてんのにアニメ途中でやめますってさ無責任なんだよ本当にこれはね良くないの本当に、続きは原作読んでねそうそうっていう終わり方、それは良くないんだよ、もうそれはねもうこの業界を潰す話なんでやるんだったらもう腹決めて最後までやる覚悟でもうやるべきで、もうそうそうそう、でもそれはねもう今いろんな形で動画配信だったりとかで、はい、ずっとねなんかそのアーカイブされてなんか好きな時に見られたりする時代じゃない、はい、まあまあメーカーさんはね DVD とかそういうものが売れないときついのは分かってるんですけれど、でもなんかそういうねアーカイブされた映像配信のところでどっかが誰かが見てるんだなっていうふうに思ったらそこに置いておくことで、はい、なんかその作品っていつまでも生きるじゃない、はい、それこそ本みたいな感じ、そうそうそう、いつでもっていう、そうなの、だから形が違う本で最後まで持っているものとそれと同じものが映像コンテンツとしてどっかで見られるってなんか僕等しいものだと思ってるから、はい、ね、だから原作は続いてきっと完結までね本を単行本を買ってくれる人がこの中にいる以上それは絶対望まれてる話だと思うので、うん、だからねそんな無責任なことしちゃいかんよっていうことをね偉い人が言ってたよっていう僕の言葉じゃないけどね偉
偉い人が、はい、偉い人が多分言ってそうだなと思って、あ、神谷さんがおっしゃってるという神谷さんが偉い人から聞いて、聞いたっぽい、聞いたって、はい、噂だよ、それをさらに我々が聞いて、聞いて、言っていくっていう、そういうことを言う人がいるんじゃないかなっていう、ね、そうですね、でも本当続きができることをちょっと望みながら、本当でも本当に素敵な最終回になってたと、はい、本当12話までお付き合い皆さんありがとうございました、ありがとうございました。ちょっとメッセージも届いてるのでご紹介していきます、はい、こちらはペンネームミミズの心臓さんからです、ありがとうございます、大久保さん、鈴代さん、神谷さん、こんばんは。こんばんは。私はアニメ化が決まった際に原作の漫画を一気に購入しました。一巻を読んだのですが、ちょうどその頃にアニメがスタート。一巻以降はまずアニメを見てから読もうと思い、今は大切に本棚に保管しています。皆さんは原作漫画がある作品は原作を先まで読む派ですか、とのことです。どうですか。私結構読んじゃうタイプですね。あ、はい、私もなんか気になったら読みそうになっちゃうんですけど、それがなんか単純に作品として自分が一ファンとして楽しむだけだったらいいんですけど、なんか演じるかもってなった時に先知らない方がいいかなとかなるとちょっと、ケースバイケースだね、迷いますね。そうですね。神谷さんは、まあ、作品によると思います。だからまあ今鈴代さんが言ったみたいな感じのスタンスに近いかもしれないですね、うんうん、必要だったら読むし、はい、不必要だったら読まない方がいいかなと。ただまあなんかもうこの作品がめちゃくちゃ好きになっちゃって、はい、もう先の展開まで知りたいみたいな風な作品ももちろん当然あったりするから、だからそういうのに出会えたりとかするとそれ幸せだよね、はい、そうですね、本当に思います。出会いです、意外と小説とかでも文字読むの結構好きなので、うん、なんか先の先までついつい読んじゃって、うん、でライトノベルとかでも分厚いと結構長かったりするんで、あ、そうですね、気づいたらアニメ追い越してたみたいなこともあります。あ、確かに。そどこから入っても結構なんか解像度変わったりしそうですね。そうですね、うん、今コミカライズとかもありますし、はい、ありがとうございます。では続いて、はい、ペンネーム斬新サイトさんからいただきました。ありがとうございま す、大久保さん、鈴代さん、神谷さん、こんばんは。こんばんは。アニメ11話かなり良かったです先生の登場に笑った A パートでしたが、ゆり子の辛い過去には心が痛くなりました。しかし先生のおかげでゆり子と光はお互いに姉妹として生きていけそうで見守りたくなりました。ゆり子の涙が黒から白に変わった時ぐっときました。ちょっとこういうメール来てたんじゃない、さっき喋っちゃったよ。喋っちゃいました。おいおい、ラジオ下手か。なっちゃいましたけど、つい言っちゃいました。ということで、でも先生の登場っていうと、やっぱり自動式缶オケ、自走するって、もう引かせてもらえないんだっていう、ね、ちょっと寂しさはありましたね。なんかあれを引いて旅をするの、はい、キービジュアルにもねなってたぐらいですし、なんかちょっと寂しい。自分で行っちゃうじゃんって結構本当にタマたちもみたいな感じ。最後もあんな修行をずっと続けてたら、もう体ムキムキになる。でも、みんな知らないで、もう引くことが当たり前。とんでもない。でもなんか、たまレベル上がってたもんね。上がってました、缶オケを引いて、ね。なんでこんなんで上がるのよ、みたいなこと言ってたんですけど。言ってた。そりゃそうだよ。でもなんか、アネットは、譲りませんよって言ってたから、やりたいんだなーっていう。やりたいんでしょうね。やりたいんかいって言ってました。本当に次が。でもやっぱりなんかこう、先生の登場、ゆり子の辛い過去とか悲しい話とか、はい、戦闘シーンの流れで、はい、バーンって登場するのは本当にギャグだな。もうどんなところにも突っ込みどころを忘れないのがいいなって思います。もうなんかもはや突っ込むことがなんか愚問なのかなみたいな。みたいな。もう突っ込まないことが正解なのかもしれないぐらいの。そうですね。世界だから何があってもおかしくないんだもんだって。いや、そうなんですよ。よくよく考えたら、カーリマンのトールくんのリーゼントの長さも異常ですからね。あんな長いリーゼント重くて持ち上がらないから。どうなってるんだっていう感じでしたけど。でもトールくんが改心して、孤児院守ってた話はちょっと。よかったですね。感動した。本当に。でも、チャベスちゃんの四十九日までてめえは喪に服してろはめっちゃ思った。本当に秀逸ですよね、そういうギャグの感じとか。ああいうのがね、本当にあんな真剣なシーンでっていうね。絶妙なタイミング。入ってくるのが、まあ、でも本当さっきルミさんもおっしゃってましたけども、その演出面とかもやっぱお花が腐ってたところから咲いてったりとか、すごいグラフィック面でもすごい、ね、華やかな中長になってよかったなって思いますね。ということで、まあ、ジュニアも経てということで、皆さんメッセージもありがとうございました。ありがとうございました。
続いてはこちらのコーナー。ではせっかくなので神谷さんタイトルコールをお願いします。僕も生まれながらに作家だよ。大物だ。最終回にしてありがとうございます。ありがとうございます。かなり嬉しいです。盛り上がっていただいてありがとうございます。ついに、まあ、文豪である先生は生まれながらに作家ということで、はい、毎回ハッとさせるような名台詞を生み出していきます、うん。まあ、12話の中でも本当にたくさん出てきておりました。 それにちなんでリスナーの皆さんが人生を歩んでいるうちに生み出したオリジナルの名言をご紹介していきます、うん。ということで、ではメッセージ紹介していきましょう。高田大好きさんからいただきました。人に謝る時の名言です。土下座は最初の手段。いや、このフワーって音楽かかっても、いや、ちょっとこれどういうことかってことなんですけど、うん、謝る時の最終手段に思われがちですが、最初から土下座しておけば余計な手間なく許してもらえる確率が上がりますってこと。なるほど。完全にやり慣れてる人ですね。そうですね。もう下座プロですね。下座プロ。下座ってる。よく下座ってる。下座ってますね。これはでもなんかどうなんですかね。最初にされちゃうと確かに、そうってなっちゃうかな。逆になんか土下座すればいいと思ってるのかお前はってなったりする人もいそうですけどね。謝る方がいい、それとも許す方が多い。自分謝る方が多いかもしれない。私許す方が多いです。あ、そうだ。結構なんかそう、なんか結構リズメしちゃうタイプなので。ちょっと憧れます。あと結構その脳でぐるーって回転して言葉がダダダダダダダって出てくるタイプなので、うん、わー、うん。自分逆に全然出てこなくて、なんか言いたくても。あ、でもどっちもわかる。あ、どっちもですか。どっちもわかる。まあその もう時と場合によるけれども、でもほらなんか我々芝居をやってるからさ、なんかそのスタジオでね、ああでも来ないこうでもないっていう風にダメ出しされてさ、それができないことに対してすいませんみたいな気持ちっていくらでもあるじゃん。あります。だからなんかすいませんっていうの方が多い気がするんだけど。そうですね。ただなんかまあ謝ってる人っていうか謝りもしないというか、何なんだよこの現状はさ、どういうことっていう風なことに巻き込まれることってよくあるじゃん。それもありますね。そうそう、なんだこれ、誰も謝んねえしどういうことなんだろうなと思ってるけど、まあ多分僕が考えるにこの人が悪いんだろうけど、そういう自覚がないんだろうからもう無駄だわ。もはや心を殺すしかないよ、ね。もう空気を読んで空気になるしかないっていう。もうどうでもいいやと思って、もう見捨てるしかないよね。なぎです。そうそう。なんか謝るんだったら普通にね、なんか土下座じゃなくても謝ってくれた方が本当はいいんだろうけどね。そうですね。だからそこに気持ちが伴ってれば許す側も許せると。ちゃんと理解した上で、なんかそう、あ、これが良くなかったんだな、すいませんでしたっていうことが分かればさ、全然先に進めるんだけど。ちなみにこの場合はどうですか？あの全く悪いと思ってないのに、はい、すごい自分の心を殺して、はい、すいませんでしたって言ってくる人のは許せますか？それでも悪いと思ってないけど、でもでもここは自分が謝れば済むんだと思って謝ってる人です。まあ、立場で謝んなきゃいけない人はね、その組織っていうふうな社会のルールだとまあこの人はそういう立場の人なんだなと思っちゃうから、あ、別にあなたに謝られても意味ないんで別に謝んなくていいですよって言っちゃうからね、僕。あ、確かに、なるほど、うん、そうやって状況変わんないですしみたいな。これはもう道徳とか心のノートでの内容ですね。まあ、そんなこと言ったらね、僕らだってさっきの話じゃないけどさ、ここのところ、口が回ってなかったんでもうワンテイクお願いしますみたいなこと言われて、うん、すみませんでしたって思うよね。それは文章が悪いと思いますみたいな。だってこれ読みづらいもん。ラギャ多いんですか？そうそうそう、読みにくいもん、しょうがねえじゃん。これ俺のせいじゃねえよって思いながらやってる。写真撮影多すぎません？そうそうそう、本当に、うん、いや、ありますよね、はい、ありますね、確かに、時と場合によるということで、はい、では続いて紹介します、ペンネーム猫背さんからいただきました。推し活をしている時に生まれた名言です。推し活は長い目で見ると節約になる。推し活をすることで幸福度が高まり、幸せホルモンが分泌されて免疫力が上がり、病気知らずになります、うん、なので医療費を節約できると思います。なるほどね、ということだそうですが、確かに楽しく日々生きるのってなんかすごい素敵なことですもん、うん、これは間違いないね。そうそう、前向きに生きるために推し活が必要なんだったらやればいいんじゃないですか。なんか推してるのもあります？私それがあんまりなくて。あ、そうなんだ。逆にその推しがある人ってすごいいいなって、うん、
憧れがあったりします。ルミさんは結構推し的なところは、私非常にアニメオタクなので、はい、はい、それこそ90年代アニメとかがめちゃめちゃ好きなので、うん、おー今日も朝、朝一で今日から発売する作品のグッズを、並んで買ってきました。びっくりする。仕事前とか、仕事と仕事の合間1時間とかってさーって言って展示会見てきたりとか、そういうことは結構しますね。いや、いいことだと思いますよ。そのためにやっぱ早起きされたりとかですもん、ね。もう私、普段、起きて洗面所行くまでが苦しすぎて、寝起きが悪すぎて、這いつくばっていくんですけど、今日はレンレレンって言いながら行きました。あ、じゃあやっぱ幸せ、幸福度がホルモンが高まっておりました。確かに言われてみれば、まあ、これを実行してる人もいるってことだな。神谷さんは僕ないんですよ。だからむしろ同じだから、ね、どうして生きていこうね。でも結構私最近気づいたんですけど、何掃除した後とかは嬉しいです。あ、僕掃除好き。あ推しが掃除。掃除好き。掃除推し。ちょっと全然片付けられてなかった部分とか、浴室のちょっとカビっぽくなりかけてるところとかが綺麗になった時とかは嬉しいなってなりますね。掃除してでこう掃除機かけてさ、まあ毎日こうゴミ捨てるじゃない、パカッていって、はい、で昨日も結構溜まってたのに一日だけでパカッて開けて、あ、こんなにホコリって出んだなって思うと、そうそうそう、あ、なんか今日も掃除したなって思う。あ、結構近しい感覚、嬉しい。推しの推し活感覚が近い。あ、近い感覚がやっぱじゃいいってことですね。ねえ、推し掃除、推し掃除、推し掃除、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 分からんけど、掃除箇所、掃除ラブ、掃除ラブが好き。あ、いいですよね。やっぱ生活環境は大事ですから。確かにね。汚いとなんか鼻が嫌だなと思っちゃう。家帰った時とかだと結構嫌な気持ちになっちゃいますもんね。そうなの、そうなの。やんなきゃいけないことがあって、まあ例えばまあ異世界資格の台本チェックしなきゃいけないとかっていう状況なんだけれども、なんか家が汚いなと思うと、それを理由に台本チェックをしないで、もう家の掃除を やるっていうことで言い訳をしてこれをやらない。はい、ないんだよね。神谷さんにもそういう日があったりするんですね。あるよ、もう現実逃避だよ、だからある意味ね。まあ、まずは環境からというので推しをするにはって感じですかね。ね、ありがとうございます。では続いて神谷さんにもメッセージ紹介をお願いします。はい、ペンネームヨシムさんからいただきました。隠していた美少女フィギュアが見つかった時に生まれた名言です。エロいから買ったんじゃない、美しいから買ったんだ。なんでこれ言わせたの。いや、ね、ここのシーンだけよりによって作家さんわざわざ見に来てますからね。これ美少女フィギュアって、はい、どうなん、女性から見ると。え、私は実はめっちゃ買います。おお、はい、理解ある感じ。はい、フィギュアすごい好きなので、はい、買っちゃうんで。本当フィギュアもいろんな形ありますよね。そうなんです。方針もそうですけど、はい、でもなんかすごい結構リアルなやつとかって、肉感とか筋肉感とかも確かに、すごいクオリティも高いしね。あれって買ってった後って確かにどう、それはですね、棚がまず増えるじゃないですか、うん、はい、置く場所に困るじゃないですか、ね、はい、棚が増えるじゃないですか。で、棚が増えるじゃないですか。棚が増えますね。最終的に家具がいっぱいになるじゃないですか。うん、はい。終わりです。そうだよね。だから最終的に箱に詰めて積み上げていくことになるじゃん。はい、でもなんか一応私の中でもうやりすぎた時に、うん、これ以上買うと、もう本当に部屋が埋まっちゃうからルールを設けようと思って。おー、ルール必要だよ。はい。なんか今、昔は、推し作品とか推しキャラクターとかも全部買ってたんですけど、うん、今自分のキャラクターのすごく気に入ったフィギュアが出たら買うっていう。ああ、いいですね、はい、そういう風にしてます。それがモチベーションになるもんね。そうです、うん、なんか立体化するほど愛されてるんだぞうちの子ぐらいの、うん、そういうモチベで買ってるんですけど、一回、うん、なんか人気いいのよ。いや、でもやっぱ好きがね、近くにあるのはそうですね、いいことだと思います。美しいからですもんね。はい、ということで皆さんメッセージありがとうございました。異世界失格、恥の多いラジオ。続いてはこちらのコーナー、先生に選ばれし者。異世界失格では先生をめぐってアネットとタマが争いを起こします。それにちなんで毎回私たちが先生にまつわるいろいろな質問に対してプレゼンを行っていきます。はい、こちらは先生は当然いない、原作者の先生もいない、先生を演じる神谷さんもいない中、はい、何回かお届けしてきまして、はい、いくら私たちがプレゼンをしても毎回
結果がどちらも選ばれないという、はい、コーナー考えたやつ失格の状態でお届けしてきました。ひどいね。本当にもうなんか何とも不毛な時間でしたね。何のためにそれこそ一生懸命頑張って考えてどっちも選ばないで毎回落ち込んで帰るっていう、はい、勝ち負けもないっていう。そうなんです。選ぶ人がいないんだもんね。そうなんです、はい、でも今日は神谷さんがおります、はい、やったということで責任重大。今回は先生ではなく神谷さんに対してプレゼンして、はい、どちらのプレゼンが良かったのかをジャッジしてもらいたいと思います。最終回にしてようやくということでコーナーがやっと成立するよ。そうですね。でもそのための今までだったということでね、はい、ではお題発表しましょう。こちらはペンネーム斜め45度さんからいただきました。神谷さんへ渡す手作りお弁当、どんなお弁当を作る？これはもう先生というか神谷さんへという。僕にか。お弁当を。神谷さんは結構こう好きな食べ物とかよく召し上がるものとか。何でも食べるよ。あ、それ、うん、何でも食べるよ全然。何でも、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 そうですね。これ結構難しいですね。お弁当。いや、そんな難しく考える必要ないよ。わかりました。うん、だからもうそれはもう自分が作りたいものを提案してくれる、うん、はい。あ、じゃあ私は自分たちは作りたいもので神谷さんにも差し上げたいものを、はい、それも全然違うんですよ、はい、僕に合わせようと思わなくて全然いいです。わかりました、はいはい、じゃあでは私大久保ルミの回答はこちらです、はい、うん、栄養はあるけどめちゃくちゃ効率のいい弁当。どういうこと？あのいわゆる栄養素はちゃんとまとまってるんですけど、あの3秒ぐらいでポンポンポンって口に運んだら食べ終わる。忙しい中でウィダーインディー栄養も取れてそう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 クイックに。いいですね。忙しい中でね、移動中とかにパパパッと食べれてみたいな。確かに広げられない時とかでもそういうのだったらもうパッと入れる。現場が多い日とかに。俺どう壊れてるの？いいですね。なるほど、はい、じゃあちょっと私の回答いきます。はい、私スズシロの回答はこちら、スタ丼。おお、スタミナ丼です。なるほど。これはなんか全人類好きかなという。確かに神谷さんにスタミナをお届けみたいな感じでちょっと召し上がってるところを見てみたいというのもありつつでございます。はい、確かにスタ丼はなんかあの男性が大体誰しも中学生から大学生の間には必ず食べてるみたいなイメージありますね。イメージがあってスタ丼の店舗食べます。食べるんだ食べます。いい、大久保さん食べる。私あのスタ丼じゃなくてスタ丼の店舗に売ってる唐揚げがめっちゃ好きなんです。唐揚げどこでも買える。めちゃめちゃ、そうなんですよ、美味しいんですよ。確かに。はい、じゃあちょっと正解あ、まあどっちを選ぶかですよね。そうですね。スタ丼。おお、早い早い早い。女の子が待たない。はい、ただありがとうございます。弁当かって話だよね。あ、確かに、そうですね。お昼ご飯亀さん一緒に食べに行きません？スタ丼にっていう感じじゃん。まあ、確かに。ああ、いよいよ行こうかみたいな。安く済むし。あ、作ってくれる？あ、作ります。あ、作るんだ。すごいありがたいですけど。はい、お弁当。そうだよね。それ今自分でもお弁ってなってもね。確かに。もうあの丼ぶりのままやっぱお届けをさせていただきます。いや、まあありがたいです。まあなんかね、何でもいいんですよ。食べられればっていうか美味しければ。そう。なんかね、飯、まあ、弁当ってどうなんだね。弁当、そうね。いや、私はビダインゼリーをじゃあ作って。確かに、あの一緒にルミさんと、栄養はやっぱルミさん担当で。そうね、なんか、まあ、一緒に食べるにふさわしいものだったら何でもいいんじゃないですか。一人で食うとかってなってくるとまたちょっと話は違うんだけど、確かに、そう、なんか一緒に食べて美味しいもんっていうか、なんか一緒楽しいもんだったらなんか何でもいいですけどね。なるほどなるほど。そういった意味では作業よりは、まあ、スタートンの方が一緒に食って楽しいかなぐらいな、いう感じです。なんかコース料理をお届けしたくなりました。いや、全然何でもいいんですよ。コース弁当、はい、そんな気を使う存在じゃないんで、はい、いや嬉しかったです。でも最終回にして、ちょっと私はあのハンカチを今すごい勢いで噛まなきゃいけないと。ああ、そうだね、もう一個いける。おお、じゃあもう一個いきます。こちらはペンネームさえぐささんからいただきました。神谷さんに趣味を勧めるとしたら何？出た。いや、もう趣味って何もねえからな。なんかこの世で趣味を勧めることほど難しいことないと思うんですよ。ないよね。そうですね。これは自信持っていける。なるほど。まあ、でもほらさ、多趣味じゃない？割と。確かにルミさんは。そうですね。ちょっと私でも、あの、自分が全く
興味ないものには本当に興味ない人間なので、だからそれもあって、なんか人から勧められたものに全く興味示さないタイプなので、じゃあ本当だから気持ちが分かっちゃうんですよね、うん、こう勧められてもっていう、興味ねえだろうなみたいな、ね、あーなるほど。でもこれは趣味あんまりないって方は趣味探してたりしますもんね。探してる趣味ある？いや探してるんで、私掃除が趣味かもしれない。やべえよ。やべえこの子はやばいよ。若いのに、なんだろう、どっちかというとこっち側なんだよ。そう、なんか考えてることは分かっちゃうから。真面目だし、食べることとか好きです、ね、そう、なんか同じだわ。あなんかちょっとで、ね、近いんで、この子は良くない。良くない。やばい。この年齢では良くない。あ、でも、あの神谷さんに、はい、当てはまる回答は出しやすいかもしれない。ないんだ。なんですかね。あ、でも自分一個。逆に違う、自分に興味があるね。自分がこれちょっと興味あんなみたいなことを言ってくれればいいってことだよね。あ、なるほど。はい、承知しました。自分、いけそうです。じゃあ、さゆみちゃん先に。私まだ全然浮かんでないんで。あ、OK です。あ、行っちゃって大丈夫ですか、はい、お願いします。私、スズシロはこちらです、うん、!Google マップ旅行。いかがでしょうか、神谷さん。Google マップ旅行、はい。ほうほうほう。Google マップってあるじゃないですか。あね、Google マップっていろんな携帯で地図を映し出せるんですけど、あれのなんか上から見た実写みたいな航空写真ですか。あれに設定して、例えばもう本当適当にもうハワイとか、もう本当日本でもいいんですけど、本当奈良とかって打つと、ストリートビューが見れるんですよ。でなんかそこをなんか本当に。行けよ行けよ、お前は。ご旅行に。お前は行け。行きたいけど行けない。いや、ね、でも行きたい。わかるわかる。僕もね、富士山ってすごい。思ったりとか。いや、同じじゃないですか。そう、ね、同じようなことやってんの。行きなさい。意外とでもなんか旅行で行く場所って、やっぱ観光スポットとか、なんかある程度こう、まあ、ね、確かに、ね。みんなが行く場所とかに行きがちなんですけど、本当なんでもない住宅街とか、意外と楽しかったりしてて。でも、なんか、ちょっとだけわかるのが、はい、私、海外の、本当に全然行かないような国を適当に、はい、押して、それをブワーって、拡大して、はい、その土地の写真見て、はい、こんなところの世界にあるんだっていうのちょっとやる。本当に不思議な気持ちになるんですよ。ね、同じ時間なのに ね、現地の人とかもたまに写ってるので、ちょっとぜひ移動中とかに海外に行っていただきたい。いかがでしょうか。確かに。はい、私じゃあめちゃめちゃ嫌がられそうなんですけど、これ私がやりたいことを言いますね。はいはい、神谷さんが出演されていた作品を、一から一緒に見る。おお、なるほど。おそらく最初のデビュー作から初めてのメイン、マジか、レギュラー作品みたいな。強ししっかりしなさいのアベックの男から。あ、そこから。そこからか。30年以上分の。マジか。ママレードボーイン第24話 B パートの、生と死、すごい、ファンタすごいの一言とか。そういうのを見ていくわけだ。嬉しい。逆にそれはちゃんと覚えてらっしゃるのがすごい。覚えてる、ね、めちゃくちゃ嬉しい。いや、全然俺仕事なかったからね。いやー、本当にもう若い時は全く仕事なかったから。でもなんかまあそれはそれでね、一つ意味のあることだなとは思うよ。その過去の自分のこういう芝居したんだなとか、こういう発声してたんだなみたいなものは、多分なんか見なきゃいけないんだろうなと思うもん。でもなかなかこうちょっと昔のって気恥ずかしくて見られなかったりするじゃないですか。そうだね、よっぽどの理由がない限りは見ないもんな、ね、それを見て一緒に見ましょう、こういう時どう思ってたんですか、はいはいはい、この時はどうだったんですかっていうのを。これはただのオタクですけどね、こうなってくると。はい、でもそれって結構大切かもしれない。やっぱ聞き役の人がいないといけないんだよね。だそれもさ、なんとなくもう聞き役で、もう聞かなきゃいけないから聞いてますじゃなくて、すごい興味があって聞いてくれてるわけじゃん、どうやら。めっちゃ、そうですね、はい、そういうことじゃん。だとしたら僕もちゃんと一生懸命考えて、あ、この時はねって多分ちゃんと自分で分析しながら喋れると思うから。うわ、参加したいです。それは意味のあることかもしれないな。なるほどね。はい、それはでも趣味か。でも仕事だよね。半分ね。まあ、でも確かに半分仕事と言われると、多分、あ、なるほど、じゃあ参考にしますってなるの、未来が見えてるんで、ちょっとそれはあるんですけど、でも、もともとアニオタなので、そういう意味では、どっちも満たせるっていう。あー、ね、こ
これ、あの、私の趣味を満たしてるなと思いました。どっちかっていうと。はい。じゃあ、神谷さん、どっちを選んでくれるのでしょうか。お願いします。これ、両方ですね。おお、両方ともいいんじゃないですか。嬉しい、はい、上映の休憩で Google マップを見して目を休めるのにね、目を休めて緑をわざわざあのスマホ見てもう一回目を見てっていう ね、 そうですね、じゃあですね次はですね3日後の、じゃあ、そうですね22時から1時間ほどじゃあ、見ましょうかって言って見ましょうかって言って妹たちつなぎますね、解散ですって途中でじゃあみんなで見て、はい、見てください今ここ、はい、こんなところに花が咲いてますよすごい、でも結構楽しそうだなって思いました、はい、いいですね、ありがとうございます、ありがとうございました、嬉しかったです、はい、ということで皆さんもたくさんのメッセージありがとうございました。異世界シックカクはじめおーいラジオ、ここで異世界失格からのお知らせです。テレビアニメ異世界失格ですが放送時間の変更がありました。はい、HTB 北海道テレビでは12話が10月3日木曜日26時30分より、 RKB 毎日放送では12話が10月1日火曜日27時より放送となります。はい、そしてさらにアベマ、ネットフリックス、その他の配信サイトでは全話配信中です、ぜひご覧ください。続いて音楽情報です。テレビアニメ異世界失格のオープニングテーマは伊藤貸太郎さんの修羅日記、エンディングテーマは前島真由さんのさよなら素晴らしき世界を、どちらも現在好評配信中です。はい、そしてブルーレイ &DVD 異世界失格第1週が10月25日金曜日に発売です。うん、こちらには第1話から第4話を収録、初回生産特典としてキャラクターデザイン稲吉智重さん&稲吉麻子さん書き下ろしボックス、特製デジパック、原作野田博先生、若松隆弘先生書き下ろし漫画&アニメ設定資料集付き、特製ブックレットがついてきます。はい、最後に原作情報です。異世界失格は柔らかスピリッツで連載中、コミックスは最新12週が好評発売中です、ぜひチェックをお願いいたします。以上、異世界失格からのお知らせでした。お届けしました、異世界失格恥の多いラジオ、そろそろお別れの時間になってしまいました。はい、さて今回は先生役の神谷博さんをお迎えしてお届けしてきましたが、はい、先生ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。ね、最終回を迎え、ね、そうですね、まあでも第1週がね10月25日金曜日に発売されるということで、はい、まあ、メーカー的にはこれを買っていただかないと死活問題っていう話なんですけれど、多分よっぽど好きな人じゃないと絶対買わないもんじゃないですか、もうもはやパッケージって、まあ、配信とかもあるになるとそうですよね。そうもうサブスクサービスにね金出してたらもうそっちで見られちゃうから、う変な話、手元にパッケージで取っておくって人ってよっぽどいなくなってきちゃってるんだと思うんですけど、はい、ただまあ僕はあのパッケージ買うの好きなんで、そういうものを手元に残しておきたいタイプなんですね。だからなんかそういう人の気持ちをこう鑑みてですね、あのブックレットのなんかこうインタビューとかって、はい、多分普段だったら言わないなっていうようなことまで含めてお話させていただいているんで、あのもし興味がございましたらですね、あお金出すと神谷さんこういうこと喋ってくれるんだみたいなこともちゃんと載ってると思いますんで、異世界失格に対してちゃんと向き合ってね、なんていうんですかね、アニメというものにちゃんと向き合って作品に対して向き合って喋らせていただいてるんで、もしよろしかったら読んでみてください。はい、最後の最後でちゃんと作品の、購買欲をそそる宣伝をしてくださるねえ、ありがとうございます。特典とかもなんか薄っぺらいことをさ言ったってしょうがないんだよ。だからなんかその特典ビジネスにどうしてもなりがちじゃないですか、まあ、そういうなんかね DVD 買っていただくにあたって、そうなんで僕らができることといったらもうそれしかなかったので、まあ、なるべくたくさんのことをお話しさせていただいてるつもりですので、はい、もしよろしかったらよろしくお願いします。僭越ながら我々もインタビューさせていただいて、ね、はい、はいはい、お話しさせていただきましたので、うん、ぜひぜひ本当に手元になんか残しておいてもらいたい内容にもやっぱなってますしね。パッケージもすごく美しいですしね。なんか嬉しくない？なんかこう自分のさ名前がクレジットされているものがさ他人のそのライブラリーのどっかにあるっていうさ、いやめっちゃ嬉しいです。それを大切にしてくれる人がなんか一人でもなんかいてくれるだけで僕らはなんかねその仕事に対するモチベーションになるんでね。はい、そうなんです、本当に。もし本当に見てくれてる人がいるっていう、そうですね、それを望む自分もいるっていう、うーん、いやー
ーまさに先生からのお言葉でした。いやーお間違いなくありがとうございました。とんでもないです。だってお二人もこれ最終回ですもんね。そうなんです。最終回です。2人でもどうですか7回を振り返って。なんかあのもともと共演はい、さゆみちゃんが、うん、あの本当に一番最初のレギュラーで、はい、あの私ご一緒してて、はい、すごい大好きでずっと好き好き好きって言い続けてたんでなんか割と本人に言わずによそで言ってたんですよ、うん、あはこは本当に可愛くていい子なんだよははみたいなだからなんかついに来たなってついに来たなラジオやるのは初めてだったの。初めてでした。そうなんだ。がっつりメインで共演させていただくっていうのも初めて久しぶり最初のやつぐらいだったので、はい、本当になんかすごいだからでもすごい話しやすかったのと、うん、意外とポンコツなところが見れてそうだねそこが可愛くてよかったっていう。本当にアフレコ現場含めラジオでもそうですけど本当先輩方にめちゃくちゃ助けられた。いや話数だったりとかもう実は最終話でこれちょっとインタビューでもちょっとお話ししてしちゃったかもなんですけど、うん、本当に私が貝原役の小野さんにちょっとかぶっちゃった、うん、間違えてかぶってしまった時に神谷さんがすごい笑いに変えてくださったりとか、うん、現場でルミさんがお話ししてくださったりとかですごい緊張してたんですけど、うん、気持ちもいい緊張感ぐらいにほぐれたりとか、そんなことありましたか。あったんですよ。いやいやもう恥ずかしいですよ。どうせ小野くんが被ったんでしょ。いやどうせ小野くんが悪いんでしょ。自分なんですけど、ね、すごいじゃないですか。でもそういうこういう感じで本当ほぐしてくださったりとか本当に先輩方のかっこいい背中を楽しかったです。させていただけて本当に嬉しい、うん、順位はそして7回でした。ありがとうございました。ありがとうございまし ました。もう原作の方もね続いていますので引き続き異世界失格、うん、応援さらにしていただけると、はい、もう先生お二人に異世界失格御殿が立つぐらいね。はい、そうなんです。そうしてほしいです、はい、お願いいたします。パッケージ原作そしてアニメ含めすべてよろしくお願いします。本当にここまでありがとうございました。ありがとうございました。ということでここまでのお相手はアネット役の大久保ルミと玉役の鈴代さゆみと先生の声をやらせていただいております神谷博史でした。グッドバイ。